はようございます。本日この官庁日記も1000回を迎えました。皆様のおかげであります。ありがとうございます。また実にくしくも1000回を迎えた今日が円覚寺の開山仏光国師の命日の法要である開山祈が行われる日なのであります。元来仏光国師は弘安9年1286年9月3日に宣言なされました。円覚寺では一月遅れの10月3日に開山祈という法要を行っています。前日の2日に3時から祝祈という法要を行います。まず仏殿でお経をあげて、それから開山堂のある装束院に移って舎利殿で読経をします。この舎利殿で唱えるのが良言衆というお経なのですが、この開山祈の時だけ真の良言衆といって独特の読み方をします。このための稽古を三内のお嬢様が繰り返して臨むのです。3日の朝はまず早朝に仏光国師にお粥を差し上げる読経をします。仏殿でお経をあげ、さらに舎利殿でお経をあげて、その後開山堂の裏の山にある仏光国師のお墓にお参りします。官庁として正式にお墓に上がるのはこの開山祈の時のみです。袈裟をつけて清掃して登ります。それから10時から舎利殿で前日と同じく真の良言衆を唱えます。その前に官庁は開山堂に登って参拝します。開山祈には道具へ九条袈裟という開山祈の時に身につける特別の法衣と袈裟があって、これを着用するのです。これが一番清掃なのです。その後仏殿でお経を唱えます。だいたいお昼までかかるのです。円覚寺氏には玉村武次先生が仏光国師のことを、国師は本来情に脆い人で、あらゆる人に恩情を持って接し、他人の勇気、憂いや喜びについても同情を寄せることが多大であったと評されています。また仏光国師は30歳から37歳まで白雲庵で母を養って孝養を尽くして安居されています。その7年間に作られた白雲庵とつとつの歌は仏光国師の語録の中でも白美と言われています。玉村先生も国師の母に対する優しい思いやりと、母と二人寂然と安居している心情を吐露して、人の心を打つものがあると書かれています。仏光国師は法享2年1226年民衆経元府に生まれました。12歳の時に父と共に山寺に遊んだ折に、ある僧が畜栄貝を払って地理同ぜず、月探偵をうがって水に後なしと吟じたのを聞いて出家をしたったと伝えられます。これはご自身の句ではありませんが、少年時代に聞いて感慨を覚えたということは、優れた感性を幼い頃から備えていたとわかります。国師は14歳で金山に登り、初めて武春四番禅寺に参じました。17歳に上州無地の公案を与えられて、本格的に三禅修行を始めました。しかしこの無地の公案、初めは1年くらいでなんとかなるだろうと思っていたのですが、5年経っても全く悟るところがありません。ようやく22歳のある日、朝まで座禅して主祖霊禅の晩声が3回打ち鳴らすのを聞いて、本来の面目が一時に現前したという体験をします。直ちにその心境を漢詩に表して武春四番禅寺に呈しますが、その時にまだ五経を認められるには至りませんでした。
武春四番禅師の宣言の後、失敬神月、円形肛門、軌道地具など、当時の名だたる禅宗に歴賛し、30歳の時、もしを大観禅師のもとで、修行僧のためにお手洗いの掃除をする役を務めていて、まさに井戸水を汲もうとして、六郎の回転する音によって、醍醐しました。30歳から7年の間、白雲庵で暗居して母と暮らします。この30代の最も気力、体力の充実した時に、官居の暮らしをして、心境をさらに深めます。国師はその後44歳の時に、大衆新如寺の住持に招かれます。7年ほど住することになりました。51歳の時に元軍の侵入によって兵乱が相次ぎ、難を逃れて岩頭山の忍寺に仮住まいしていました。その折に寺にも元の兵士が侵入し、寺の者たちは皆逃げましたが、国師一人は座って動かず、兵士が刃を首にくわえましたが、顔色一つ変えずに下を唱えました。国師の大前自弱たる様子に打たれて、元の兵士たちも退いたと言われます。弘安2年1279年、国師が54歳の時に、天道山の関係一禅師のもとにいました。その折、日本から北条時宗公の使者が関係禅師を招聘するためにやってきました。しかし関係禅師は高齢のため辞退され、その下で第一座であった国師が日本に行くことになりました。かくして鎌倉に見えて建長寺に住しておられました。弘安4年1281年、2度目の元の来襲に会います。その時に時宗公に与えた言葉が幕煩悩だと伝えられます。ただしこの話は国師の語録や行状には見当たらず、元寇釈書に伝えられているのみです。元寇の翌年、時宗公は円覚寺を建立します。そこで戦いで亡くなった多くの兵士の御霊を弔うために、仙台のお地蔵様を作って納めました。その折に国師は敵味方を区別せずに、恩心平等の教えに基づいて、日本兵のみならず元軍の兵士も共に弔いました。今も円覚寺仏殿には、文英弘安領域比嘉戦没者諸霊碑の位牌が祀られています。かくして弘安5年1282年12月8日、円覚寺開堂の儀式が行われたのでした。国師は弘安9年9月3日に宣言なされました。御宣言の日9月3日、昼食の後、衆のために示された言葉には、日本に来て熟8年とあります。異国に来て以来、いかにご苦労が多かったか察するにあまりある一言です。8年苦労したが、今晩もう楽にさせてもらえるという気持ちの言葉を残されています。かくして60年のご生涯を終えられたのでした。仏光国師のお弟子は数多くいらっしゃり、仏光派と称せられるようになりました。そのお弟子の一人、広報賢日、仏国国師のもとからは、無双国師が出られ、無双国師は京都に天龍寺を改装されたり、室町時代に活躍なされました。京都では相国寺様も無双国師の開山であります。京都にも鎌倉にも仏光国師の教えは脈々と伝わっているのです。それでは姿勢と呼吸とを整えて参ります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、よーし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと
と持ち上げ持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をギュッと持ち上げ持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁと吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、あーありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。